木内人氏は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。長野県佐久市生まれ。長野県野沢北高等学校を経て、1988年3月、法政大学法学部政治学科卒業。在学中は、内田健造のゼミに所属。同年4月、松下政経塾入塾。1993年2月、卒塾、第9期生。 1993年4月の作市議会議員選挙で初当選。2000年2期目の途中で辞職。2001年4月作市長選挙に出馬したが落選。同年5月から7月まで参議院議員、小山峰夫の選挙スタッフを務める。2002年1月から12月まで社団法人策、青年会議所青少年教育改革委員長を務め、 昨クッ道場を主催する。2003年4月、長野県議会議員選挙で初当選。2011年4月、2期目の途中で辞職。衆議院議員を目指して政治活動を始める。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で、長野3区に自由民主党から新党政治連盟の講演を得て出馬。民主党の寺島義幸に敗れるも、 比例北陸新越ブロックで復活して初当選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で長野3区から出馬し、維新の党の井出伊佐をに敗れるも、比例北陸新越ブロックで復活して再選。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では井出に、敗れ、比例復活も果たせず落選した。ありがとうございます。